アルフォンスとアロイ・コンタルスキーがシュトックハウゼンとマントラを演奏。シラーズ芸術祭。1972年9月2日。マントラはドイツの作曲家カール・ハインズ・シュトックハウゼンが1970年に作曲した作品である。作品は同年の秋にドナウエス・シンゲン音楽祭で初演された。この作品は2台のリングモジュレーションピアノのために作曲されており、 各奏者には黒ルとウッドブロックの半音階セットが、また一人の奏者にはモールス信号を発するタンパラジオ、またはモールス信号を録音した磁気テープが装備されている。シュトックハウゼンは数年前からコンタルスキー兄弟のピアノディオのために何か書いて見たいと思っていた。1969年9月、あるいはその少し前に、 アメリカ北東部からロサンゼルスへ向かう飛行機の中で2台のピアノのための劇場作品のようなものをビジョンと題してスケッチし1970年3月には譜面を書き始めたがわずか3ページで挫折したというコネチカットシューマディソンからボストンへの自動車旅行中にシュトックハウゼンはあるメロディを思い浮かべそのメロディを50分か60分という非常に長い 時間にわたって展開するというアイデアを持っていた。そのメロディを封筒に書き留めていたが、ビジョンを捨てた後になって、これが2台のピアノによる新作のベースになるのではないかと思いついたのである。後に取得課発言は、これが1969年9月の初めだったと回想しているが、実際にはこのスケッチは2月26日の日付になっている。1972年9月2日、 シラーズ芸術祭のシュトックハウゼン、マントラのサウンドコントロールその後、1969年9月22日に南フランスのアルジプラート修道院で二人のピアニストが4手で演奏するための直感音楽のテキスト作品、インターバルを作曲したが、コンタルスキー兄弟、特にアルフォンにとっては兄のアロイが、 シュトックハウゼンのアンサンブルのメンバーとして7つの日からのテキスト作品を演奏した経験がなかったため魅力を感じなかった。ロジャー・ウッドワードとイエジー・ロマニュークによって初演されたインターバルは後にシュトックハウゼンの直感音楽作品の第二サイクル、来るべき時代のためにの一部となる。シュトックハウゼンはバーデン・バーデン,ン SWF の音楽部門のディレクターであり、 ドナウエッシンガー音楽祭の芸術監督でもあるハイン・リッヒ・シュトローベルにコンタルスキー兄弟のために何かを書きたいという希望を伝え、1969年末、シュトローベルは1970年のドナウエッシンガ音楽祭のために2台のピアノのための作品を移植したのである。ビジョンを断念したシュトックハウゼンは前年の9月にメモしたメロディを取り上げ、それをもとに 形式計画を立て、1970年5月1日から6月20日まで、大阪で新作の骨格を作った。その後、1970年7月10日から8月18日まで、キュルテンの自宅で一気化成に作業を進めて、楽譜を完成させた。1970年10月18日に、ドマウエシンゲンで、アルフォンズとアロイ・コンタルスキーが、 マントラを初演し、1971年6月10日から13日までミュンヘンのトーンスタジオクライラー・シュトラーセ22でドイツグラモフォンのためにこの作品を初録音した。この楽譜が初めて印刷されたのは、1975年、作曲家が新たに設立したシュトックハウゼン出版社の最初の出版物の一つとしてであった。1975年時点では、 コンタルスキー兄弟の演奏の版権が DG に置かれたままであったが1990年代に買い戻し、現在のコンタルスキー兄弟の CD はシュトックハウゼン出版社から発売されている。マントラのサウンドデスクでのシュトックハウゼン、サーマッシャー、シラーズ、1972年9月2日この作品はシュトックハウゼンが長い間不確定な作曲を続けてきた後に作曲した。 最初の確定的な作品である。この作品では、対法的に配置された一体の旋律が拡大、縮小されており、作曲家はこれを、フォルメル技法と呼んでいる。シュトックハウゼンは、風画のように、主題、列、主題という言葉を避けるために、マントラという言葉を選び、マントラは、作品全体のタイトルにもなっている。作曲者によれば、マントラは、13の音があり、 曲の中で一度だけ発生するシンバルの音は大きなセクションを示しており、新しい中心音が作品の次のセクションを告げるたびにシンバルの音が聞こえるという。シンバルはマントラと同じ音程を持っているので、二人のピアニストの13のホームサイクルを示すことができるが、同じではない。シンバルのストロークの数が多い部分もある。なぜなら、素材は決して変化せず、 異なる程度に拡大、縮小されるだけだからである。比較的厳密に決められた形式計画は、挿入や追加、小さな逸脱や、例外の仕様によって、時折破られたり変更されたりする。作品の最後には、作品全体を最小の時間空間に圧縮したような、非常に早いセクションがあります。このセクションでは、マントラ式のべての展開と転調が、 可能な限り早く4つのレイヤーにまとめられている。13本の音列とその展開。作品のすべてがこの音列に基づいており、さらにリングモジュレーションによって一連の音調を提供することで作品の大規模な構造を定義するために使用されている。この音列の原型はピアノ I アのオシレーターで、逆音はピアノ II のオシレーターで使われており、 作品の13のセクションには、それぞれの音列から一つの音が使われている。マントラは上昇と下声で構成され、時間的に4つのセグメントに分けられ、セグメントの後に3、2、1、4クロッチの長さの休符が続く。上昇部の13音は、13音目が最初の音 A に戻る12音の列を形成している。下星部は上昇部の音程を異調したもので、 下声部の第一音程が上昇部の第二音程の逆音に対応し、その逆も同様である。マントラの13の音符のそれぞれには付属の特徴、つまりピッチフォームがある。上の声の13の音は次の特徴を順番に持っている。最初の周期的な繰り返し B の期間の終わりのアクセント特徴のない音符 E の先頭を回る F と、 D の間の遅いトレモロ FD 振動の終わりに、アクセントのあるコード G の持続時間の開始時に鋭い、アクセント G を次の E に接続する加工半、音階、スタッカーとノート C の不規則な繰り返し、はじめに反転した、モーデントエコーによる鋭いアタック、SFZ、G 以前にアーティキュレートされたピッチを A に接続する、アルペジオ13個の音は、それぞれの音の特徴に加えて、 音の長さにほぼ反比例した特定のダイナミックさを持っている。最初の音はこのルールの唯一の例外である。作曲の13サイクルはマントラの13のノートと13の特徴に基づいています。各サイクルは代用する音符と特性によって支配されている。このようにマントラノートの長さはこの全体的な計画に組み込まれていませんが、マントラの単一のステートメントは 構成全体の長さに広がる。それぞれのピアノの音はマイクで拾われ、演奏者の左手にある装置に入力される。これは、モジュール69バイトと呼ばれるもので、バーデンバーデン近郊のラシタットにあるろう者が、作曲家の仕様に合わせて、マントラのために特別に制作したものである。3つのマイク入力を持つマイクアンプ、コンプレッサー、フィルター、リングモジュレーター、 スケーリングされた制限波ジェネレーター、そしてボリュームコントロールで構成されている。この装置により各ピアノの音は曲の13の大部分を支配するマントラ式の音に対応する中心音に調律された制限音でリング変調され、変調された音は演奏者の背後と髪型に配置されたラウドスピーカーから再生される。第1のピアニストが上の13音を 第二のピアニストが下の十三音を演奏します。マントラの始まりと終わりの音は、この中心となる音に次々と異常されるので、普通のピアノの音のように完全に共和音として聞こえる。他のマントラの音は、程度の差こそあれ、不共和音に聞こえ、その音色も通常のピアノとは異なっている。このように、変調するサイン音と変調するピアノの音との間の、 正確に調整された関係から、人は、詩音から、不協和音、詩音の変調音への継続的な、呼吸を感じるのである。初演からおおよそ20年今にわたって、コンタルスキー兄弟の演奏でのみ知られていたが、ヤワール・マカシャフ・アンド・ロザリン・ドベバン・ピアノディオによって、演奏されると、途端に録音点数が増え始めた。これ以外にも、シュトックハウゼン講習会で披露された演奏や、 シュトックハウゼン没後に取り組んだピアノデュオを合わせると彼の作品にしては上演回数が極めて多い。ありがとうございます。